皆さん、入学おめでとう。これからの4年間を諸君は小大生として過ごすことになります。小樽では本学を樽小とは呼ばずに小大というふうに呼びます。増やそうという企業もあります。当面少なくともこの1年間は就職進学等の進路の心配は一時横に置いておいて、語学と品格の等野のためにはつらつと過ごしてください。本学の小樽港と石狩湾をはるかに見晴らす緑豊かなキャンパスは緑ヶ丘または緑丘と呼ばれています。諸君がこの緑丘で素晴らしい学園生活を送ってくれることを期待しています。先生、私たち554名はただいま小樽商科大学商学部に入学を許可されました。この上は学則等に従って学生の本分を守り、学業に専念するとともに人格を統合し、本学の歴史と伝統を引き継ぐべき学生となることを誓います。平成21年4月3日、小樽商科大学商学部